父さんとお母さんが泣いているのを見て、私は長くないのだと知りました。私は走り出したのです。そして一つだけ嘘をつきました。有馬光聖君、君を連れてきてくれました。私は誰かの心に住めたかな。私は君の心に住めたかな。